どうも、皆さん、こんにちは。チャックバスです。えー、本日はですね、MI カードゴールドプラス、えー、クレジットカードですね。こちらのクレジットカードを、えー、ちょっとね、解説していきたいなと思います。このクレジットカードの解説動画って、まあ、私のチャンネルでもう2回ぐらいね、まあ、紹介させていただいてて、まあ、今回またもう1回動画を撮ろうと思ったきっかけなんですけども、こちらね、年会費がもともと1万円かかる、えー、クレジットカードなんですよね、初年度から。 であの特定はまあその分、ね、あのあるクレジットカードなんですけどもそれがね今ね公式サイトの方でキャンペーンをやっていてですねなんと、初年度年度会費無料でで持てるんですねこのクレジットカードもちろんポイントサイトにも案件自体はあります。ですのでまあ、今回はまあこのポイントサイトの、えー、案件と、えー、公式サイトのね、えー、年会費無料にできるク、えー、その キャまずね、えー、この年会費初年度無料キャンペーンなんですけどもこちらはポイントサイトを通して発行すると特典として受けれないんですよね。 で公式サイトから利用するとね、あのー、初年度から、えー、年会費無料が受けることができます、えー、条件なんですけどもまずね、えー、新規入会した後に、えー、WebMI カード会員の登録が条件となりますということで、まあ、この、えー、WebMI カード会員っていうのは ウェブの登録なんですけども、これはただ単にまあ登録するだけということで、えー、無料でね利用することができますんで、まあ、こちらねい大丈夫だと思います。で、えー、もう一つ条件があって、入会の翌月末までに5万円の利用が必要ということで、まあ、こちらはね、5万円分の、ね、利用が必要なんですけども、基本的にまあこれが利用、 対象外みたいいななのがないんで、まあ、最悪ねアマゾンギフト券チャージとかでもいいんですけども、まあ、5万円分利用すると、えー、初年度のね年会費が返ってくるっていうキャンペーンになってるんですよね、えー、その利用期間なんですけども入会した月の、まあ、翌月末までっていうふうになってますんで、まあ、実質には2か月で、あのー、利用っていうふうになります。 ですで今、2月ですので今、入会するとまあ3月末までにまあ5万円分利用しなきゃいけないという感じですねでこちらはまあ今日紹介しているのはアメックスのクレジットカードという風になってますんで、まああので今、ね、auPAY のキャンペーンがすごいやってますよねだから今、発行して、えー、チャージして、えー、auPAY の方にチャージしてまあ利用するみたいな形はもちろん OK だと思いますね。 まあ、それをこなすことによって、このね、年会費1万円っていうのはね、まあ、キャッシュバックっていう感じになります。まあ、これね、かなり大きいですよね。あの、MI カードゴールドプラスっていうのは、とても得点がね、あの、多いクレジットカードで、他のゴールドクレジットカードに、えない得点がね、あの、この MI カードゴールドプラスで結構ついてるんで、まあ、あの、 保有されたいい方結構多いと思うんですよねですけども、まあ、やっぱり年会費が1万円かかるということですので、まあ、初年度年会費無料となればね、えー、かなりあの利用しやすいですよね。えー、次にね、あのポイントサイトの案件も紹介していきたいと思います。で、このキャンペーンは、ポイントサイトを利用して、この年会費初年度無料みたいなのが併用できないんですよね。ち,ょちゃんとね、公式サイトに書いてありまして、まあ、アフリエイトサイト、ポイントサイト等々、 から入会した方は対象外という風になっております今ねポイントサイト EC ナビで25,000分のポイント で出ておりますポイント獲得条件としては、えー、カード発行後翌月末までに、まあ、1万円以上の利用ということで、えー、2万5000円の、ね、ポイントはもらえるというふうになっております、まあ、こちらもね利用先は、ねまあ、決まっておりませんのでもしねあの利用する先がないっていう方は、まあ、Amazon ギフト券とか、ねまあ、そういうのでチャージしてまあ、ポイント ゲットっていう感じでね利用することもできますですんで、えー、5万円分利用して年会費無料にするか発行後1万円年会費で払ってさらに1万円払って、えー、ポイントを2万5000分もらうかっていう感じなんですよねまああのそうトータル的にはですね年会費無料のキャンペーンで入ると、まあ、5万円使わなきゃいけないですよね ですけどもポイントサイトの場合は1万円年会費かかりますし入ってから1万円入らなきゃいけないんですけども、まあ、ポイントサイトから2万5千円分返ってきますんで、まあ、トータル的にはですねあの初年度年会費無料の方うが、ねまあ、お得のように見えるんですけどもあのポイントサイトが、ね、発行された方が、まあ、どっちかというとねねおお得はお得はなんですよ、ねまあ、あの全部を相殺しても、えー、手元に5千円残りますからね。 えー、それではですね、この、えー、m i カードゴールドプラスなんですけども、まずね、三越伊勢丹がね、発行しているクレジットカードということで、三越伊勢丹で利用すると8、8%の還元が受けられます。ですんで、えー、100円で8ポイントっていうふうになりますね。まあこれはもち、えー、あくまでね、三越伊勢丹で利用するサインなんですけども、まあ、それ以外は、まあ100円で1ポイントっていうふうになります。まあ2年目以降は、前の年の、 利用額によよっっててこの還元率が変わってくるんですよね30万円未満の方は 5%30 万円以上の方は 8%100 万円以上利用している方は翌年は10%還元に上がるんですよねまあもちろんこれも三越伊勢丹限定にはなるんですけれどもまああの三越伊勢丹をメインで使っている方とかもしくはまあどうしてもねこの何つうか最寄り駅に三越伊勢丹しかないみたいな人はねかなりね えー、おすすめポイントとなります。で、あのね、海外だと、えー、基本がまあ2%っていう風になります。で、えー、このね、獲得したポイントなんですけども、えー、三越一さんで1円で1ポイント、えー、利用することができます。で、ANA マイルにね、あの、交換できるんですよね。2000ポイントで一応500マイルっていう風に交換できるんですけども、まあ、これ1ポイント1円で利用できるものが、 2,000円で5,000マイルにしかならないんですよね ANA の場合はですのでちょっとねおすすめしづらいんですよねでもしねおすすめするポイント、えー、ポイント交換先っていう感じだと JAL、えー、マイルこちらだとまあ半分、まあ、3,000ポイントで1500マイルっていう感じですね、まあ、その他スターバックスとかクカメラとかあとニトリとかね、まあ、そういうところでまあ交換する方がまあいいかなっていう感じですねだから ANA のメインカードにはまあならないんですよね で、次にね、あの、この MI カードゴールドプラスはですね、クーポンが届きます。 でえー、毎年ね4200円分、まあ、クーポンをもらえて、えー、それがね、えー、羽田空港国内線の第一ターミナルの伊勢丹ストアでも利用できるんですよね羽田空港にあるねこの伊勢丹ストアだと、えー、カフェとかもね、まあ、併設されていて、あのー、そこでね、まあ、食事みたいな感じでもまあ利用でき,まできるんですよねこのクーポンがしかも4200円分もらえて、まあ、一度に4200円分一気に利用で、えー、することもできるんですよね えー、ジャル l とかをよく利用される方はね、かなりね、まあ使い勝手がいいと思います。えー、さらにですね、えー、半年に一度、えー、ゴールド買い向けにね、グルメプーポンっていうのが送られてきます。まあ、こちらは、えー、1000円から1500円のね、えー、グルメクーポンということで、えー、三越伊勢丹のね、お店のレストランやカフェでね、利用することができます。で、あの、三越伊勢丹のね、まあ、あの、 レストランとかでねかなり高いイメージがあるかと思うんですけどもまあ、私なんかね普通に、ね、毎回来るたびにねあのとんかつ店の和光とかでね利用させていただいてますんでまあ、平日だと普通にランチ1000円ぐらいなんであのこのクーポンでね まあ、ゼロ円で、まあ、いただけたりもしますんで、まあ、そういう利用の仕方がね、まあ、個人的にはおすすめかなっていう感じですね。まあ、特にね、すごい高いお店ばっかりではないってことだけどね、まあ、覚えておいていただけたらなと思います。で、今言ったね、両方のクーポンなんですけども、もしね、これ、利用金額まで満たなかった場合、まあ、だからまあ、 グルメクーポンの場合、まあ、1000円から1500円なんで、まあ、これがまあ500円ぐらいのコーヒー一杯しか飲まなかったよって時はこれお釣り出るんですよねでゴールドカードの4200円分のクーポンも、えー、こちらお釣りが出ますですんでまあいいですよねあのー、全部ね使い切れない分は、まあ、現金としてお釣りでもらえるっていうことなんでこれねすごい特典だなと思いますで次にですね、えー、こちらで、ね、MI カードゴールドプラスということで、えー、ゴールドカードですよねですので、えー ゴールドカードで入れるクレジットカードラウンジにはもちろん入れるんですよ。まあ、それではなく、えー、航空会社がやっている、えー、ラウンジ。まあ、こちらティアットラウンジっていうんですけども、えー、こちらが利用することができます。で、国際線利用時に食事、アルコール、えー、シャワーみたいな感じで利用することができて、えー、こちらね、空港会社を選ばないということで、まあ、あの、ANA の場合で ANA ラウンジを使う場合って、 えー、スタイアランスグループじゃないと ANA ラウンジって使えないんですよねまあこれもね私 SFC 修業するまで知らなかったんですけどもそういう縛りがあるんですよねだからまあ乗る航空会社のグループじゃないとそのラウンジって利用できないんですよですんで JAL の航空券持ってて ANA ラウンジは利用できないんですよねこのクレジットカードを持っていると LCC でもラウンジ使えるんですよねこの MI カードゴールドプラスで入れるこのティアットラウンジっていうのはクレジットカードに付帯している特典なんで航空会社選ばないんですよですんでねかなりおすすめなんですよねでまあ私自身ねあの SFC 事業2018年にしておりまして保有しているんですけども昨年ねダイヤモンド事業で羽田空港かなり使わせていただいたんですけども8割から9割このティアットラウンジアネックスにいたんですよね まあ今ねこのティアットラウンジアネックスっていうのはもうちょっと閉鎖されてしまって閉鎖されてっていうかまあ利用できなくなってですねで今ねティアットラウンジっていうのは 別にね、ありますんで、そちらが利用できるっていう感じですね。まあ、昔ね、両方利用できて、あのー、使えたんですけども、え、一時からね、ティアットラウンジが工事されて、ティアットラウンジアネックスしか使えなかったんですけども、まあ、この度、えー、ティアットラウンジアネックスが、まあ、利用できなくなって、えー、ティアットラウンジだけになったっていう感じなんですよね。まあ、ですんで、えー、羽田空港国際線を利用するって、まあ、あのー、航空会社選べませんので、まあ、ANA でもね、 えー、まあ、他の航空会社でも、えー、このクレジットカードと搭乗券さえあれば、その、航空会社のラウンジをね、まあ、利用できてしまうっていうことですね。まあ、かなりいいですよね。で、このラウンジはね、まあ、一番私が気に入っているところはですね、すごい空いてるんですよね。うん。利用している人かなり少ないし、この MI カードゴールド、MI カードゴールドプラスで、まあ、このラウンジは入れるんですけども、まあ、これ入れるってことを知らない方も多ければ、 このカードを持ってない人もまあ多い人多と思うんですよねの、まあ、で,すんでまあその特定はね、まあ、かなりあのおすすめなポイントというふうになっております、えー、その他ですねこの MI カードゴールドプラスにはですね、まあ、実はあの実はっていうわけじゃないんですけども韓国でも利用できるんですよねラウンジがインチョン国際空港の第1ターミナルのマティーナラウンジ、まあ、そちらでソフトドリンクまたはビール1杯が利用できますで第2ターミナルと えー、IASS ラウンジで、えー、ドリンク1杯、えー、利用ですることができます。でハワイのダニエル K 井上空港で IASS ラウンジ、えー、ソフトドリンクこちら飲み放題だったかなっていう感じで、えー、国内だけではなくてね、まあ、韓国のインチョ国際空港とハワイだけにはなってしまうんですけども、まあ、あの国外でもね、えーこ,のラえー、このカードを持っていると、えー、ラウンジ利用することができます。 ですので、ハワイとか、えー、韓国とかが、まあ、結構好きで、ステータスを持たれてない方でしたらね、えー、このクレジットカードかなり有効なんじゃないかなと思います。まあ、あのー、この海外のね、2つの空港も、えー、搭乗券とクレジットカードさえあればね、まあ、利用できますんで、まあ、航空会社を選ばずにしてね、利用できますんで、まあ、かなりいいですよね、えー。次にですね、手荷物宅配サービスについてですね。 この、ね、手荷物高いサービスっていうのは、まあ、私、ね、個別に動画出してるぐらい、ね、結構、ね、あのお得な特典なんですけども、えー、空港からまあ自宅まで、ねえー、スーツケースを1個無料で配送してくれるっていうサービスなんですけども、まあ、これね見ていただければ分かると思うんですけどもこちらアメックスですよ、ね、ちら MI カードゴールドプラスの特典なんですけどもアメリカ・エクスプレスの国際ブランドじゃないとこの特典入ってこないんですよ。 でビザとアメックスで選べるんですけども、えー、アメックスのみこの特典がついてますのでもしねこの MI カードゴールドプラスを発行される際は、えー、ぜひねアメックスを選択するようにしてくださいこれねビザだと、えー、500円っていう感じで、まあ、お金取られちゃうんですよねアメックスだとまあ無料で配送できますんで、まあ、その点はまあアメックスの方がいいかなっていう感じですね年会費も変わりませんからねで、えー、これねおすすめポイントがあって MI カードゴールドプラスだと羽田空港成田空港中部、えー、関西っていう感じで羽田空港からねこれ利用でできるんですよね私メイン空港が羽田空港で羽田空港からの,あの手荷物高いサービスがついてるクレジットカードって結構少ないんですよね。 えー、ですので、えー、かなりね、えー、おすすめのポイントとなっております実はついてないっていう感じで s p g アメックスとかね、えー、あるんですけどもあ,そあのクレジットカードはね成田田空空港港は対対象象ななんんでですすけども羽田空港は対象じゃないんですよね、まあ、私もね JAL の ABC カウンターで一回ね s p g アメックスで出そうと思ったら「s p g アメックスダメです」って言われたことあるんであの普通に赤っ端ですよね、うん、ついてると思ったらついてなかったですからね <laughs> そんな感じでね、アメックスのクレジットカードでも、羽田空港はね対象かどうかっていうのはね、結構、そのクレジットカードによって違うんで、その点はね、注意していただけたらなと思います。で、この MI カードゴールドプラスはね、まあ、利用できますんで、かなり優秀ですよね。えー、次にですね、えー、こム MI カードゴールドプラスを持っていると、まあ、伊勢丹が提携している駐車場が無料で3時間し、えー、駐車場を利用できるんですよね。しかもこれがね、新宿なんですよ。 これすごい特典ですよね。まあこれ、まあ普通だったらまあ買い物すると無料みたいな結構あると思うんですけども、これね、買い物しなくても無料なんですよ、3時間。これすごいですよね。ですので、あの新宿で3時間駐車場を止めたら多分かなりしますよね。多分1時間1000円とかじゃ効かないですよね、おそらく。ですので、えー、かなりおすすめポイントですね。だから新宿とかはよく車で行かれてる方は、結構このクレジットカード持ってるだけでも、えー 元は取れてしまうぐらいのね感じなんじゃないかなと思いますでですねこのクレジットカードねまあバーって今紹介させていただいたんですけども、まあ、三越伊勢丹をメインで利用されている方は、まあ、このクレジットカードねかなり強いんですよねでこれはね先ほど言った通り ANA マイルを貯めているクレジットカードとしてはメインカードにならないんですよねですのでこれどういう人がまあおすすめかっていうとマイルを貯めている方で三越伊勢丹でかなり利用する えー、機会がある方これはねかなりおすすめなんですよねですんで、えー、100万円以上ね年間、えー、三越伊勢丹で利用されている方は翌年10%になりますんでそうなるとねジャルマイルの還元率はまあ三越伊勢丹だけにはなってしまうんですけども5%になるんですよねいやこれすごいですよね、えー、本来ね100円で1ポイントが貯まるところが、まあ、100円で10ポイント貯まるわけなんですよねしかも、えー それがまあそのままね半分ジャルマイルになっていくんでかなりの還元率ですよね。うんえー、それでは最後にですね先ほど説明したティアットラウンジってありますよね。あの今まで説明した特典が、まあ、全部使い切れないよっていう方は MI カードゴールドプラスっていうのをね今ねこちら紹介させていただいたんですけどもこのティアットラウンジだけね利用されたいっていう方は MY カードゴールドっていうね、えー、年会費5000円のクレジットカードがあるんですよね。そちらだと、えー、5000円で、えー、還元率はね、全部下がってしまうんですけども、ティアットラウンジだけはね、利用できますんで、もしね、羽田空港メインで、いやもう他の特典全部いらないからティアットラウンジだけ利用したいって方は、 MI カードゴールドの、えー、ビザカードですね。こちらを発行すると、えー、このティアットラウンジでね、えー、利用することができますんで、まあ、それもね、あの検討していただければなと思います。で、こちらも、えー、ポイントサイトにね、案件ありますんで、えー、初年度からね、年会費5000円がかかりますけども、えー、1万5000円分だったかな、えー、ポイントサイト案件出ておりますんで、まあ、そちらもね、概要欄に貼っておきますんで、相対的に見てね、私は MI カードゴールドプラスの方が、まあ、私個人的にはね、おすすめなんですけども、 まあ、ティアットラウンジだけでいいよっていう方はね、えー、MI カードゴールド Visa、ね、カードが、まあ、おすすめという風になっております、えー、いかかがだったでしょうか、えー、今回はですね MI カードゴールドプラスの、えー、案件、えー、紹介させていただきましたけどもこの MI カードゴールドプラスはですね、えー、冒頭に言った通り、えー、公式サイトからだと年会費初年度無料で発行することができます。 でポイントサイトからだと、えー、2万5000円のの、ね、ポイントがもらえて、まあ、その代わり年会費初年度1万円かかってしまいますけども、まあ、2万5000円もらえますんで MI カードゴールドプラス自体は、えー、かなりねあの、得点が多いクレジットカードなんで、まあ、どっちを選んでもね、まあ、私個人的にはいいと思いますんで、えー、この年会費初年度無料ってかなりでかいんですんで、えー、今回ね、動画で紹介させていただきました。 えー、今回の動画はね、えー、こんな感じで終わりたいと思います。この動画役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッターもやっておりますので、フォローとチェックしていただけるととても嬉しいです。えー、このね、えー、MI カードゴールドプラスのね、あの、特典はね、あの、ブログにもしておりますんで、もしね、えー、繰り返してね、ちょっと見たいっていう方はね、ちょっとブログの方を見ていただければなと思いますんで、えー、概要欄にね、えー、URL 貼っておきますんで、えー、よかったらそちらからチェックしていただけるととても嬉しいです、えー。それではね、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。